お姉ちゃんも出かけちゃったし、なんだかちょっと退屈だな。なんかこう、ドゥンってくるようなこととかないかな。あれ、お客さんかな。はい、どちら様ですか。こんにちは、ひな。ココラちゃん、うちに来るなんて珍しいじゃん。とりあえず上がって上がって。ありがとう、ひな。お邪魔するわね。それでココロちゃん、今日はどうしたの。ふふ、今日はね、ひなにとっても素敵なお誘いをしに来たのよ。ひな、一緒に中華街に遊びに行きましょう。中華街？なになに？どういうこと？私ね、さっきリサとモカ、それからミサキと約束をしてきたの。次のお休みにみんなで中華街に行くって。ひなも中華街が好きって、この前一緒にライブをした時に言ってたでしょ。だから一緒に行きましょう。何その面白そうなメンバー、絶対に行く。次のお休みってことは、オッケーオッケー、その日はなんとか開けるようにするね。それじゃひなも参加で決まりね。もちろん。今からすっごく楽しみだな。私もよ。あれ、でもさ、ココロちゃん、もしかしてこの話をするためにわざわざうちまで来たの？もちろん、そうに決まってるじゃない。素敵なお話だから早くひなに伝えたかったの。もちろんそれは嬉しいんだけど、伝えるだけなら電話でもよかったんじゃない？でも電話じゃひなの笑顔が見られないでしょ。なんかココロちゃんっぽい。でもさ、もし私がいなかったらどうするつもりだったの？もちろん、ひなを探しに行くわ。なるほどね。ココロちゃん、ほんと最高だよ。ありがとう、ひな。ひなも最高よ。ありがとう。それじゃあ、二人揃って超最高だね。ふう、ただいま。あら？あ、お姉ちゃん、おかえりなさい。ただいま、ひな。見慣れない靴が玄関にあったけど、誰か来ているの？おかえりなさい、さよ。お邪魔しているわ。なるほど、鶴巻さんでしたか。いらっしゃい、ゆっくりしていってくださいね。ありがとう、さよ。もちろん、さよも最高よ。やっぱりお姉ちゃんも最高だよね。なんですか、やぶから棒に。みんな素敵でみんな最高ってことだよね、ココロちゃん。ええ、そうよ、ひな。だからさよも最高ってことなの。ポジティブな意味に受け取っていいみたいだけど、ああ、結局説明はしてもらえないのね。